こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、最近速稼塾に入られた方向けの動画になってますんで、まあ一般公開しますけどもね、まあこのように速稼塾っていうのを使ってくれればいいよという形で説明していこうと思います。ではですね、いつものように画面を切り替えて現在の速稼塾のポータルサイトを一緒に見ながら考えていきましょう。ではスタートしますね。まあ、速稼塾のポータルサイトっていうのは、3ヶ月ごとに切り替わっていて、そしてね、今まで速稼塾に一度でも入った方っていうのは、2013年からのものをね、ずっと見ることができます。そして、特に手続きなし、そして追加料金なしで、次の3ヶ月、ですから今から考えると、2021年の1月から3月、こちらの方もそのまんま参加できるということになりますので、ね、そして速稼塾の料金は30万なんですけども、まあ、30年分割ありというね、ちょっと変わった形でやらせていただいております。もちろんね、個別相談もかなり濃いやつをやりますんで、お金の問題解決に向かってね、一緒に頑張っていけるということでございます。さあ、それではね、ポータルサイトの方を見ていきます。まず上の方でね、隠居 TV ってありますよね。ここがトップページになりますけども、一般公開動画がこの前なんですかね、左側にあります。左側は毎日更新されてますので、朝のライブ放送をずっと細かくね見ていただける方でしたらそれでもいいんですけども、なかなかライブ放送を見ることができないよって方はですね、ここにまとめられていますので、全ての日のがね、こちらの方をご覧いただければ日々追うことができます。で、右側の方はライブ放送ではなくて、私の作った動画になりますけども、これはね、一部一般公開、一部非公開になってます。塾生専用になってます。結構、秘匿性の高いものとか、先行者利益を得たいという方のためのものですから、一般公開したらね、意味がないんで、速稼塾の塾生さんが、まあ、まずはね、まあ、お得を独占していただいて、もし余るようでしたら、後日、一般公開しようかなと思ってる情報です。まあ、配信がない日もありますね、こうやって。まあ、こんな形でございます。はい、次のページなんですけども、 FX の相場解説です。 FX にちょっと興味がない方は申し訳ないんですけども、速稼塾の稼ぎ方の一つとして、まあ投資があるんですよね。で、投資の一番最初、1年生として最低取り組んでいただきたいのが FX なんですよ。この FX に投資の基礎的な大事なことは全部入ってるんですよね。で、 FX で投資の力がないのに、いわゆるなんか暗号通貨とかね、どっかのよくわかんない投資とか、投資じゃないものにね、参加するととんでもない目に遭いますので、まず投資ってのは、投資が理解できない人がやると完全にカモになります。まあ苦い経験ね、された方多いと思いますけども、まずは FX をマスターしていただいて、で、ここで余剰資金がいつでも作れる状態、プラス投資の覚悟とリスクとリスクヘッジってものがきちんと学べた後で、なんかよくわかんない投資に行っていただくのは、まあダメージが少なくていいんではないかなと思います。少なくともですね、労働とか貯金によって爪に火を灯すように作ったなけなしのお金でいきなり投資するのやめてくださいね。それは本当にダメなんですよ。まあ、少なくとも FX を攻略して、 FX っていうのは少ない金額でできますから。で、 FX でいつでもお金を5万10万と埋めるようになってから、その余剰資金5万10万で未知の投資にトライしていただくっていうパターンで負けはないと思います。まあ、リスクが高いですからね、一般の投資っていうのは。 FX っていうのは上限が決められますから、で、FX の口座に10万しか入れてなかったら、100万、200万と引っこ抜かれることはないですからね。場合によっては数千円とか数万円でもできますから。FX の基礎から学んでいきましょう。現在ですね、FX の基礎講座っていうのもやってますんで、そちらの方でしっかり基礎の力をつけていただいて、日々の相場解説、私毎日ね、相場解説をお送りしますんで、まあ、この相場解説をしっかり見ていけば、なんで、将来的に上がるのか、将来的に下がるのかってことが見えていけると思うんですよ。私もね、4年前は全く FX で勝ったことがなかったんですけども、4年もやればね、やっぱり勝てるようになります。はっきり言って4年もやれば勝てるようになります。だから4年頑張っていくのがちょっとね、大変なんですよね。で、ちなみに私ね、4年頑張れば勝てるって言いましたけども、2年目からもうずっと勝ちですから。で、久しぶりにこの10月苦戦しましたけど、マイナスになるかどうかっていうところですけども、まあ基本的には毎月月単位ではずっと黒字なんですよね。30数ヶ月黒字ですからね。FX の力を身につけていきましょう。次、通信利権でございます。これは今年の7月にいきなり私のところに、ね、入ってきた話なんですけども、まあ、スターサービスっていうね、携帯電話の安くなるプランに乗り換えていって、しかもそこで利益を得れるっていうね、そういうふうな代理店のビジネスの話です。代理店がどのようにしたらうまくいくかってこともここでお話しております。
まあですんでね、今回の携帯利権に関わらず、いわゆる代理店ビジネスとかネットワークビジネスとかされてる方はこちらのコーナーっていうのが結構参考になるんじゃないかなと思います。で、次 MLM ですね。ここはね、まっすぐネットワークビジネスのことについてお話しています。で、ネットワークビジネスのことの中でも、J コスメっていうものがありましたね。その J コスメについて私ね、6年ぐらい関わってまして、かなりここで、ネットワークビジネスが鍛えられたところもありますので、こちらのね、J コスメに対しての、まあ、サポートといいますか、勝手にサポートなんですけどね、勝手にサポートも未だにやっております。毎日のように情報発信をしてますので、もしね、J コスメについてちょっと知りたいことがあるよってことでしたら、こちらのコーナーでね、やり取りができます。ただ、本社に許可を得てやってるわけではないですし、J コスメっていう会社の私、社員でも何でもなくて、単なる会員ですからね。まあ、ですんで、情報の量としては、同じ、他の会員と同じです。解釈の力が違うっていうことですかね。その他、他の MLM に対しての必勝法もここでやっております。カジノ利権その他ってあります。現在ね、不労所得と言えるものの中の一つ、私が体験してるのが、カジノなんですよ。カジノって言っても自分がベットするわけじゃなくて、カジノの利権に、まあ、最初にお金を出しておいてね、今年の1月にお金を出して、あとはずっとね、固定収入をいただいてるんですよ。で、これが年間で150万から200万なんですよ。多少ブレるんですけども、これがずっと入ってきますんで、結構美味しいでしょってことですよね。そちらのカジノ利権のことをこちらで紹介している。プラスその他の危なっかしいねビジネスについても皆さんに紹介しております。最近はファイルコインっていうのをね、ちょっと言えない話をここでしてます。ファイルコイン結構言えない話ですね。はい、すぐ稼ぐっていうコーナーですね。これはね、私の弟子の2013年第1期生の椎野キャサル君っていうのが担当してるんですけども、毎日稼げるネタ、一番簡単に稼げるネタを紹介してくれてます。まあ自己アフィリエイトセルフバックっていうもので、 A8 ネットとかアフィリエイト B を使うんですけども、自己アフィリエイトっていうのはね、そのインターネットビジネスやる上で必須科目なんですよ。自己アフィリエイトっていうのは、自分で申し込んで自分で報酬もらうって形です。で、自分で申し込む商品の中には、0円の商品なのに、報酬が数千円とか数万円というものがあるんですよ。そういったものを中心に、椎野キャサル君が紹介してくれてます。まあ、こちらの方でね、10万とか20万みたいな種銭を作っていくっていう方法もできますんで、ぜひね、こちらの方は毎日チェックしていただきたいかなと思います。次、YouTube。まあ何と言ってもビジネスをするんだったら集客しなければなりません。集客をするために何をすればいいかっていうと発信です。じゃあ発信のために何をすればいいかっていうと、昔はブログでした。 Twitter と言ってもいいでしょう。最近は YouTube です。 YouTube と Instagram でずっと発信していけば、それがそのまま集客になります。信用になります。しかもそこで商品を紹介することができます。あなたの特技を紹介することができて、あなたにファンができて、あなたに収入が入ってきます。 YouTube をマスターすることも、ビジネス速稼塾に入ってビジネスをすると決めたんだったら必須科目です。はっきり言って YouTube をしないのにビジネスで成功したいっていうのは非常に難しい話になりますので、ビジネスをやるんだったら YouTube、 いわゆるねテレビ番組を自分が発信して当たり前になったと思っていただきたいかなと思います。で、最後なんですけども、ガチンコマッチクラブ、これもね、私の塾生さんがやっているコーナーなんですけども、ガチンコマッチクラブっていうのはね、お金を稼ぐのも大事だけども、健康な体を作って若返りたい、そういった健康に対する、ダイエットに対する、そういったコーナーですね。もうね、体重100キロのミスター M さんが今ね、体重100キロもないんですよ。もう本当にね、80キロ台になるんじゃないかっていうぐらい体がビシッと作られて、1年間でですね、きちんと、まあ、管理もできて、こうやって筋トレルームも自分で作って、しかもガチンコマッチクラブ第1期生というね、自分のチームまで作ってしまったということになります。かなりね、健康に関心のある方、Q&A コーナーもありますんで、いろいろと答えてもらえると思います。こちらの方で健康と若さを手にしていただきたいかなと思いますよね。はい、ではね、一旦以上でございます。はい、いかがだったでしょうか。一応ね、速稼塾の方を紹介させてもらいましたけども、お気づきになった方がいると思いますけども、速稼塾の中で発信をずっとしていけば、私がね、速稼塾のカリキュラムの中に、あなたのコーナーを作って、あなたの商品や、あなたの塾、あなたの商品、サービス、あなた自身、こういったものをね、紹介してもらってます。今までもね、富士にあるハウスドンネン社員音楽堂のアンジーさんとかを紹介して、そこにね、たくさんの方をお招きしたりとか、何回か、3回ぐらいやりましたね。音楽堂に、まあ、
ちょっと言い方変えると音楽堂に集客をしたっていうこともできますし、音楽に関心のある方を日本最高峰のね、そのハウス常連社員にお迎えしたってこともあります。であとはバランスボールっていうのもありましたね。これはね、あの三重のひろこさんって方がバランスボールの講師の方なんですけども、三重にみんなで集まって、私が体験したようにね、腰痛が治っちゃったみたいなことが私体験したんですよ、バランスボールで。まあその練習を一緒にやっていただいたということもあります。これもね、なんかね20人ぐらい集まったんですかね、全国から。すごいいい大会でした。で、京都にはね風水を司る方がいらっしゃいましてね、チェリーさんって言いまして、その女性の方にまたね風水のことを教わって、お客さんが増えちゃったとかね、結婚が決まっちゃったみたいなこともあったようですけども、まあ、そういうのもね京都に集まってやったこともあります。最近はね感染症のことであっちこっちに人を集めるってことが難しいんですけども、代わりにオンラインで皆さんの特技とか皆さんの商売をしっかりとサポートさせていただくことも速化塾の中でできます。まあ、ですんでね、私の YouTube のチャンネル登録者数は今でも増えてまして、もう今11,500人、今でもね今日も100人増えたんですよ。しかも毎日毎日放送してます。その中に速化塾の塾生さんを紹介することもできますんで、速化塾に入りましたらぜひね、自分のビジネスとか自分のお店とか自分の特技を速化塾のこの私のね YouTube の中で紹介してもらえませんかっていうことでしたら、どんどん紹介させてもらいますね。それが私のお約束できる特典かなと思いますね。速化塾に入るといろんなビジネスを学べるんだけども、直球で分かりやすいのは私のアカウントであなたを紹介するってことなんですよ。ということはあなたに集客がそのまま転がり込んでくるとね、考えてみてください。生涯に YouTuber 1万人以上のチャンネル登録のいる YouTuber さんにただでって言っても速化塾に入ったらですよ、速化塾の費用はかかりますけども、速化塾に入るだけでもう何回でもね紹介してもらえるみたいなチャンスを得るということができます。ということでチャンネル登録1万人以上のね YouTuber さんに紹介してもらうことがなかなか難しい方は速化塾に入る、それだけでも価値があるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は速化塾ね、最近入った方のための動画でございました。またね、あの機会がありましたらこういう動画作っていこうと思います。だいたい3ヶ月に1回ぐらいこれやってますんでね、またご覧ください。それでは本日は以上です。